ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したオリオン座の馬頭星雲のクローズアップ暗黒星雲とは天体の一種で背後の構成などの光原によって影として浮かび上がる星間雲のことを言う暗黒星雲という用語は星間雲のうち人間が可視光領域で認識できるものの故障であるから競技の星間雲あるいは競技の分子雲として用いられることもある 地上から観測した場合、暗黒星雲に含まれるゴミやガスによって、背景の星や銀河などの光が吸収され、あたかも黒い雲のように見えるため、暗黒星雲と名付けられた。三光星雲が馬の頭のように蝕まれたように見えるオリオン座の罵倒星雲が有名。星間ガスにおいては、重力によって収縮する傾向と、熱運動により拡散しようとする傾向がある。 多かれ少なかれ、生管ガスは常に放射を出しているので、外部からエネルギーが供給されない限り、内部エネルギーは減少して、分子を形成する。また重力によって収縮する傾向が強まるため、密度が増加する。これを分子雲の形成と呼ぶ。実際には、様々なメカニズムによって分子雲形成が、促進されたり抑制されたりしていると考えられている。 銀河や星が形成されるまでの期間に密度が、ほとんど一様だったにもかかわらず分子雲が短期間で形成された理由や、銀河や星が形成された後の期間で、すなわち外部からエネルギーが供給された状態で、どのように分子雲を生じて、銀河や星が進化したのかについての研究は、いずれも現代の天文学の重要なテーマであるが、完全に解明されているわけではない。 分子雲はさらに自身の重力で収縮していき、最終的には中心部で原子核融合が始まり、恒星が生み出される。すると恒星をはらんだ暗黒星雲は、恒星からの紫外線によって中性水素ガスが電離され、光り輝く雲のような状態を見せる。このような星雲を参考星雲、または非領域と呼ぶ。このため、 三光星雲と暗黒星雲はしばしば隣接して存在する。三光星雲は非常に高温であるため、周囲の暗黒星雲を押しのけながら膨張していく。この過程で周囲の暗黒星雲でも連鎖的に恒星の誕生が起こっていく。このようにして若い恒星の集団である三回星団やアソシエーションが誕生する。三光星雲を輝かせているような大質量星は、 最終的に、超新星爆発によって、一生を終えるが、その際の衝撃波によって、暗黒星雲は吹き飛ばされて拡散し、再び元の星間ガスへと戻っていく。夏の天の川の暗黒帯や、南十字座の石墨袋のような大規模なものを、覗いて、肉眼で観測するのは難しく、撮影された写真で見るしかない。21世紀初頭には、 計算機が非常に発達したため、星や写真から単位立体角あたりの星の数をカウントし星の密度で天空を表現した星数密度分布図によって暗黒星雲を浮かび上がらせることができるようになった。星の数の少ない暗黒星雲は星数密度分布図の低い領域として表される。また可視光体では星数密度から暗黒星雲の物理量である。 原稿量を計算することができる。AB、オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第1冊、17ページ。ISBN4-254150172。ありがとうございます。